会前だけは勝率を気にして対戦を拒否することができますね。しかもこれ一撃準備の回数もね記録されるから、やべえあの人どうやって一撃決めてるんだろうみたいなね。これなんて読むんですかねこれ。あ、難しい漢字を並べただけ。スレイヤー対するは熊さんのテストメント。B 番台どこ行こうかな。ニコさんとも今さんやってないから、あ、やってた、ダメだ。あ、これね、ボタンを押すと飛ばせるんですよ。今回称号画面だね。気合い入れた称号とコメントが見れます。トゥーリオさんのイノと K さんのソル、第一勝負じゃないな、無理だな、やってるな、これどうしようかな。はい、花山かおるさんのポチョムキンと竹谷さんのファースト、 B 番台いけるかな、これは。いけた、やった、 B 番台試合です。塞いでる人ごめんね。さあジャンディウッドロスの画面足、いやー衝撃的な開幕、これ動画にせざるを得ないということでね。ちょっと忘れたんですけど、ギルティー、このオーネットプラスデータが初期化されちゃって、音声の音量とか結構変わってしまったんですけども、まあ配信見てる人、これゲームのバランスどんなもんかちょっと教えてください。あ、今は10分以上経たないと無理っす。だからニコ生の方見といて、今5分だからあと10分ぐらいやな。さあウッドルース、いやー確かに 2S、 まさかねコンパネ送られてきたんだけど、ボタン取ればついてないと思わなくて、ボタン取れば全部外してから付け直しましたね大変でした。8セット7セットか6か。さあ画面端パキャーンドーンから、これは S を残しておいたのでゲローッつ、そうですね、画面端足払い先端、ここはちょっと気まずいが、 B パイルバンカーですね。 FBD ステパイルバンカー勝ったのは、難しい名前だけどマリタンの抜き立てブラックスコーブラックスーツコキー、はいです。クマさんは負けトーナメントありますので帰らないようにお願いします。お、勇気の刃、はい、ではやべじゃない、伝説の、ちなみにこの人がしょがりのテレサちゃんの対戦相手おちさんなんですけどやばい今回半角入れるとなんかアインマンはなんかアインって名前すら拒否られたって、どんだけ嫌われてるんだって感じになってるんですけど、なんかねインとかチンとかダメらしいんですよ。ブリードファンクラブインミカドというね、ファンクラブ作りましたんで、ミカドファン、ブリードファンの、ブリードさんのファンの皆様はぜひぜひ参加してくださいということで、同期は戦、カードネーム卑猥な人としょがりのテレサちゃん。さあカードシステムがついてね、やる気が出しているのかなり。テレサはね、なんかもう前回のブレイブルー CP ではない、その前のバージョン、前のバージョンか、かなりやり込んでやばいですからね、しょがりとかも吹っ切れてますね彼。さあ、コーパンから前尾、終わっていく。さあ、ここは同キャラ戦。よくわかっている。前ハイから前ハイ、ドン。そして戻ってきて、吹っ飛ばされて、千里吹っ飛ばし、二ハイすら拾って、ドンからの FB、朝なぎ、なぎじゃねえ。音大丈夫か？音大丈夫だよね。いいよな。ゲーモンが少し小さい。ちょっと待ってください。ゲーモンちょっと小さかったよね。やっぱね、ちょっと小さくしすぎたんですね。見るの忘れてました。ちょっと上げるんで、教えてください、どんなもんか。と言ってる間にそこにのテレサちゃんが卑猥な名前吹っ飛ばしていく。っていうかなんか後ろがね、確かにね、誰かがいたらセロテープみたいなね感じになってますね。確かに。さあ B 番内どこがいけるかな。白さんとかさん終わってるか、白さんとかさんどっちかった、タカさんやっちゃってる、もしかして。どうした、本当に白さんどうした、卑猥な。じゃあね、ヒロさんのアンジと初音ミクちゃんの生体動き、いけんじゃないですかこれ。はい、来た、 B 番内お願いします。さあ投げて、はいはい、ドンドンドンから、ほい、まあいい、足回りからジャンプハイスラー、ここは激に踏みつけて取り返していくの、ティンティン。これ修正されたら先ほど言いましたがアインマンの名前もう無理なんじゃねっていうね。さあ前へドーンから、さあ空中ダッシュ、中断、もう一回仲いいですね。さあ打ち上げて、さあ人間まあね
可能性があればやっぱ試してみたくなるものでね希望がある限り試し続ける、注ぎ続ける心は重要だと思います。まあ、一発目だしね、楽しんでいきましょう。はい、ジャンプハイスラー、画面端吹っ飛ばして SS フュージョン当たらない、下から間近いでジャンプハイスラー千里置いてどうするか、ゲージあるか、何を狙うのかな、吹っ飛ばしてジャンプヒット、ゲーミングが出ないか、当たってロマキャンからノーリスク、下で待ち構え電光板加工が青バースト、さあぶっ放しのゲージが残ってるが、ここはうまく拾っていって勝ったのはしょうがねえのテラスちゃん。え、音量ダメ、実況が聞こえない、ちょっとでかくすぎた、ごめんね。ちょっと下げまーす。はい、マイお下品な人には、テストテスト大丈夫かな、おいおい、マイクをちょっと大きくしました、でかすぎたかな、こうかな、ほい。ではエヴァンダーイ、次できるのどこかな、岸井さんやってない、やってない、やってる、やってる、ダメ。ニコさん、メイマスさん、あ、岸さん終わった、じゃあやりましょうか、ちょうどいいんで、大トロさんのジョニーです。大トロさん、大トロさん、はい、では大トロさんが試合なので代理で実況をやります。カード対応しましたね。スペース入れると条件がスルーになっちゃうのはブレイブルーでも一緒なんでしょうか。あ、リセットあれ、アダムキラープラス R、 大トロジョニーのカードの名前がアダムキラープラス R、肩の B さん、ここかな、これそのまま呼んでいいんですか、うん、いや、まあ上からジャジャッといけます、ヤブさんと FAB さん、ヤブさんと FAB さん B 筐体でやっちゃいましょう。ヤブさんいますか、ヤブさん、やってんのか、あ、はい、エビさん、やってるっぽい、ヤブさん、ヤブさん、あ、そこでやってんのか、じゃあ飛ばすか、トゥーリオさんとケイさんは、トゥーリオさんとケイさん、ケイさんはいるけどトゥーリオさんがいない、トゥリオさん奥でやってる、そして制御をするとカードがエラーになってできないというハメ、あ、まあここでもいけますね、まあ自重実況しとくか、2ラウンド目勝ってるのはオートロジョニー、1本接している、中段、これはバーストスカって毎晩裏に当たっている、投げ返して TPK 円滑、画面端リバーを使って片目を継続したい、前捨てして逃げる、冗談、レベル2だった、ワンコンボ、まだ死なないが体力はほぼドット、リジーがこれはセットプレー持ち込みたいがバースト、そしてマイパンレンダー、勝っているのはオートロジョニー、あ、さっきのジャンランクアップおめでとうございます、ケイさんと、え、どうしよう、トゥーリオさんとケイさん、トゥーリオさんとケイさんいる、 FAB ヤブさんが、ヤブさんがいないんで、あ、来た、じゃあまあ影響体でやっちゃいましょう、影響体でやっちゃいましょう、え、 B 筐体では FAB さんとヤブさんお願いします、影響体で行いますのがトゥーリョイの対ケイソル、イノソル、さあ画面端
ボールか切り返す、前はい、相打ち、おいしの井の川バースト使わせる、ガンフレアをマグニール限界打って、これは殺しきる、一本選手はトゥリオイノ、2ラウンド目、横蹴み、今回判定が強い、敗北、まあ、今回って言いながらもう半年ぐらい経つわけですよね。狂言、青キャン使って画面端コンボ補正切り、前ハイはガードしている、手高噛み合って D 狂言、縦縦縦横縦バースを使わざるを得なかった、ドラゴンイソール、さあワンチャン掴みたい、これは逃げる、手打2回がすごい生きてる感じ、最後は狂言、勝ったのはトゥリオニノですね。はい、あ、ごめん、あの大会前に行ったんですけど、あの称号画面ねとかコメントとかね、あのあるんで、あそこちょっとね飛ばさないで見せてくれると嬉しいです。そうそうそう、なんかね新しい画面が増えてるんですよ。そうそうそう、そうすると俺もちょっと喋れる時間が増えるんですごい助かります。大会出る人はお願いします。レイドブレイド、あ、称号でレイドブレードできるんですよね。光を手つけんとかまずかっこよすぎるよね。オッケーオッケー、ワープして、では B 問題はね、どこ行こうかな、どこができるかな、ニコさんとメイマスさん行きましょう。 B 問題で、あ、今なぜかデフォルトで蹴られたっていうかわいそうな、あ、騎士も無理でしょ多分これ、ギル騎士村、あーけど半角入れてるんですねみんなスペース、あ、ユーザーデータの操縦士に失敗しました、失敗多すぎやろ、出た出た、投げ合ったのギル騎士村、しっかりこっちもランクアップマッチ、そうですね、ツイッターで俺がちょっとニートのやつ作ったんで、ぜひ警察記号的なやつ見てください。あと なんだっけな、終戦管理局か、あれすげえ面白いんだね、危険度ランク S、 自分で書いて笑っちゃったんで、ぜひぜひ皆さん危険度ランクでいきましょう。危険度ランク C までが中級者大会出れますみたいだね。さあ、そういうわけで、試合の方は行きましょう。アイン解体するのは投げ合ったままギリキシムラ、ちょっとマイクの先生、あれ面白かったでしょ、まあ、ピタリとハマったよね、あれね、マイクうるさいよね、マイクを大きくするんで、ゲームを少しだけ大きくします。ちょっとマイクうるさすぎたらコメントで教えてください、ちょっと直設定されちゃったんでね。さあ、装填から画面端2杯すらから、あっと、これ鉄アレヒット 2K 立ち返すら足払い、今どんな感じかな音。さあ、うますぎる、ゴーイングマイウェイ、アインカイガー、ここは青キャンデズダメでした、音 OK ありがとう。さあ、ジャンベースから、さあカードってね、ギルティー勢はね、カードシステムがついてるゲーム最近増えてきたんでね、やってる人はやっぱ何かいると思うんですけども、まあ、最初の方でね、負けまくっちゃえば勝率が気にならなくなるんで、気にならなくなるんでね、ガンガン負けましょう。始まりから KSPSS ジャンプハイスラからベイパースロスト中央でジャンプス戻ってコーパンマイケ、ちょっとマイクうるさいですね、ごめんなさい、はい、ああ、なんか難しいな、調整が。ああ、今空を飛ぶ。はい。画面端、ちょっと危ないが、危ないが、おお、ギャラクシーモード。そして、中央。うまーく引っ掛けて、取っていきます。スピーカーを大きくしますね。さあ2杯すらカウンター確認、ボーン上げてゲージも回収、ちょっと走れば 50% になりますね、ガード走れば 50% 回収で、 B 問題終わったのは、メイマスさんが負けトーナメント的でニッコーさん勝利と、これで全て1回戦0回戦大体終わってますんで、13とかも後で呼ぶんで、もう負けトーナメント入っていきます。白さんのアクセルと勇気の刃さんのジャム、 B 問題さあ、3H を打って追い返していく、マイクさん試合ですよ、 B 番台マイクさん
と白さん、はい、B バンダイでそのまま行きましょう。さあ亀梨、これはチャンスだが引いてしまう。何かを警戒したんでしょうか。さあしゃがみ状態が非常に小さいので当たらない。ハンマーが出て前に出る。そして相手もチコネット美味しいです。さあ亀梨、ホワイトデーといえどもそんな愛はいらん。お返しですとたくさん投げる。あーうまい。はいほいはいほいほい。おー残らない、勝ち切った。勝ったのは愛かい。さあそういうわけで残りいきます。タカさんのアンジとジュンさんのミリア A 番台でお願いします。もう許さん、お前らノーカードでやれ。